ひなチャンネルへようこそ。どうも加藤ひなたです。はい、今日はねチャイモとディズニーシーに行ってきたいと思います。ということで、せーの、レッツラゴー。ということで、ユニバじゃないディズニー着きました。お肉をいっぱい食べてきたと思います。では行ってみよう。はい、ディズニーでお肉といえばスモーキーターキーレッグでしょ。ということでこちらに来ました。お値段は750円。汁気をつけて。ターキーレッグを買いました。いただきます。うまい。めっちゃベイビーキュー。おいしい。おじいちゃんのキャンプを思い出す。おじいちゃん食べてみ。うん、いいね。おじいちゃんどう、おいしい？次行こう。はい、次はね、ユカタンソーセージドッグ500円でした。これめちゃくちゃうまかったの、おすすめ。うまい。めっちゃジューシーだよこれ。なんか暑い夏にはぴったりって感じ。パンもちもちしてるよ。おいしい。500円のだけある。おいしいね。うん、ケチャップとかつけなくても全然いいんだよ。ね、本当はスイーツ食べたいでしょ。はい。スイーツ探しに行きます。はい、次はね、妹がスイーツ食べたいと言ったのでチュロスに来ました。これはね、綿菓子味で紫で超濃い方。口の前にめっちゃ紫パウダーついてる。おいしい？うん、おいしい。綿菓子の味ちゃんとする？するよ。ほんと？うん。次はこちら、今ねおしゃピクで流行ってるあれがあるところ、デデン、スプリングテールチキン&チーズカリー味、500円でした。はい、ということでスプリングなんたらです。なんたら中にチーズカレーが入ってる。うさぎかな。新しく登場したガーリックシュリンプポップコーン、お値段はこんな感じになっております。はい、見た目はこんな感じ。ちょっとね、胡椒っぽいのがパラパラってかかってますね。めっちゃ香ばしい。すごい色が美味しい。これはスパイシースモークチキンレッグですね。チキン、あそこ骨ないんだ。ない。え、すごいじゃん。全部お肉？うん。何味これ？え、胡椒。胡椒？マジ？ちょくちょうだい。めっちゃうまいじゃん。カレーっぽい。とか、マンゴーとか。うん、美味しいけど。炭酸。ゼリーがなんかいっぱい入ってる。タピオカですか？うん、タピオカは入ってる。少しだけ。少し。うん。やっぱタピオカ糖はもっと入れてほしいなって思うな。おいしい？おいしい。でもね、なんかね、舌がヒリヒリする。うん、めっちゃスパイシー。はい、次はね、ディズニーシーに来たらここは行かない人はいないんじゃないっていうね、餃子ターン。食べよう。ね、めっちゃおいしいね。うん、めっちゃうまい。ディズニーシーに来たら餃子だったらね。おいしい。食べてみてね、プリプリなんかターンになってるんだよね。それがうまい。チュロス、うん、一番楽しかった乗り物は？ジェットコースター。イエーイ、セントアムジアスね。レインジングスピリッツ、360度回るやつも乗ったんだけどね、100分待ちでね、すんげー足疲れたし、すんげー目がパンパン。やばい。やっぱディズニーシーはね、朝、もう早朝からね、起きてね。疲れましたね。うん、疲れた。ね、でも楽しかったね。実家暮らしじゃなくなってからあれなんですよ、あんまり弟と妹とね、まあ、会えなくて、で、そこ遊べるのがね、年に1回とかなので、今回ディズニーシーに行ったんだけど、めちゃくちゃ楽しかったです。ひなチャンネル、私も楽しかったです。ということでね、夏休みもね、こうやって遊べたらいいなって思っております。今回はゴールデンウィーク、兄弟で遊ぶ動画だったんだけど、皆さん見てくれてありがとうございます。ではまた遊びましょうね。最後までご視聴ありがとうございました。ではでは、お次のバイバーイ。